UC カード株式会社は株式会社水穂銀行の子会社でクレジットカードに関する事業を営む株式会社である2004年8月4日に株式会社水穂フィナンシャルグループ当時の株式会社水穂銀行当時の UC カード株式会社株式会社クレディセゾンはクレジットカード事業における戦略的業務提携に基本合意同年12月24日に各社は 包括的業務提携基本契約書を締結した。これに基づいて、水ズ FG 及びクレディセゾンは、クレジットカード事業再編に合意、旧 UC カードの加盟店、プロセッシング事業を新設分割し、2005年10月1日に、設立された1月1日に、クレディセゾンに吸収合併し消滅するまでの間は、UC カードが2社存在した。キュービタスも、 参照2007年1月30日に、現、UC カードクレディセゾン、旧水保銀行は、クレジットカード事業の統合、再編に基本合意、同年10月1日に、現、UC カードのプロセッシング事業を新設分割し、株式会社キュービタス4月1日に、クレディセゾンに吸収合併し、消滅を設立した。 2017年1月26日に、水保銀行、現有 C カードクレディセゾンキュービタスは、包括的業務提携基本契約書を見直し、包括的業務提携基本契約等、変更契約を締結した。2019年2月22日に、水保銀行及びクレディセゾンは、包括的業務提携の解消等に関する基本、合意書を締結した。 これに基づいて両者及び元 UC カードキュービタスは、包括的業務提携の終了に関する合意書を締結し、同年10月1日をもって包括的業務提携を終了した。詳細は、UC カードを参照2017年1月26日の包括的業務提携基本契約書の見直しに、基づき、同年4月11日に、 三井住友トラストカード株式会社の UC カード事業を承継し、会員事業を開始した UC の加盟店に加え、中国銀連ね、J デベット ID クイスプ、楽天エディナナコワオンキーとかスイカとかアイコカシュゴカ、パスモニモカの加盟店を開拓している UC カードが取り扱っているギフトカードである500円券、1000円券及び5000円券の3つの種類があり、 日本全国にある50万点以上の加盟店で利用することができる。UC カードが取り扱っているタクシーチケットである UC タクシーチケットの加盟店であるタクシーで利用することができる。次の各社から業務を自宅している。旧 UC カードは現 UC カードの前身であり、百六十九年六月十三日に ユニオンクレジット株式会社として設立されたことから始まる。ユニオンとは設立に関わった銀行のクレジットカードの共同体の意である。その後、三菱銀行はメンバーから外れ、三井銀行と大和銀行がメンバーに加わり、各行が設立したクレジットカード会社がユニオンカードを発行するようになる。以降の遠隔はクレディセゾンを参照。 ありがとうございます。